こんにちは、速稼塾の久保です。暗号通貨のちょっとね、話題なんですけども、ラプトビットコインっていうのが、今コインマーケットキャップで一瞬ね、ナンバーワンに躍り出て、その時価総額が4108K円というね、すごいわけのわかんない金額になってるんですよ。これね、明らかになんかのミスでしょうね。で、今見ても、ちゃんとね、収まってるんですよね。順位的にはもうまともな順位ですよ。で、コインマーケットキャップ見てみますけども、そうですね。まあ異常なところにはもういないなっていうところですね。時価総額もね、平凡です。今は13位にいるんですよ。で、まあこれをもってラプトビットコインが多分ね目立ったんで、ただでさえ順調なんですけども、これからまた値上がりするんじゃないですかね。まあ私としてはラプトビットコインを買ったり売ったりとかどうにかするよりも、あ、でも今は時価総額高いですね。まあ買ったり売ったりどうにかするよりも、これラプトビットコインっていうものをね、解説していく方がいいかなと思いますね。ラプトビットコインっていうのはどういうものかと言いますとね、今ランキング13位なんですけども、なんかよくわかんない、まあ、今回の件でね、なんだこんなのがあるんだって知ったぐらいなんですけども、詳しい解説とかはどっかに出てるかな、ちょっとよくわかんないですね。分散型金融プロトコルのエラーで仮想通貨が凍結っていうのはありますけども、これは2020年の11月3日なんで今回の件とは関係ないですしね。分散型金融デファイプロトコルに送るステーブルコイン需要、ちょっとね分かんないですね。ラプトビットコインね、仮想通貨ラプトビットコインが人気な理由って書いてますんで、ここをちょっと見てみようかなと思います。今ね、検索があって便利ですよね。イーサリアム上では7種類の通貨が流通し、その流通量は 5000BTC を超えていますが、うち 4000BTC がラプトビットコインですと、WBTC ですと書いてます。この記事では勢いに乗っているラプトビットコインを中心に、イーサリアム上に持ち込まれたビットコインについて、その特徴を分かりやすく紹介します。要するに、イーサリアムの上にこう持ち込まれたビットコインのことを、ラップされたビットコインということで、ラプトビットコインっていうんですかね。で、そのラプトビットコインが必要とされる理由なんですけども、イーサリアムはプラットフォーム型の仮想通貨のために、ERC20 という規格の多くの仮想通貨、イーサリアムのブロックチェーン上で稼働しているというのはよく知られていることですよね。もちろん仮想通貨ではないわけなんですけど、仮想通貨だけではないわけなんですけども、ゲーム、物流、現在進行形のコロナウイルス対策など多くのプロジェクトがイーサリアムのプラットフォーム上で進められているということで、イーサリアムってそれほど優秀な、やっぱりこう、ブロックチェーン技術なんでしょうね。しかし、それらのプロジェクトを利用したくても、ビットコインはブロックチェーンが異なるため使えません。そう、ビットコインというのはね、ちょっと違うんですよね。他のアルトコインとは全く、いつにしてないんですよ。で、そこでこれまではビットコインを売却して、イーサリアムを購入しなければなりませんでした。国家はですね、しかし、ラプトビットコインがこの垣根を越えると。ビットコインでありながら、ビットコインじゃないアルトコインの、イーサリアム上で動くって形です。ビットコインを売却せずに、イーサリアム上のプロジェクトにビットコインに参加することを可能にしたのが、ラプトビットコインというやつです。ビットコインを売却せずとも、ビットコインを担保としても運用できるという選択肢も、このラプトビットコインが可能にしたということなんで、またね、進化したビットコインの形っていうことですよね。これがもたらす影響は大きくて、そもそもイーサリアムのブロックチェーン上には、ERC20 の規格の多くの仮想通貨が誕生していますが、その多くが低い流動性によって悩まされていると。確かにこの悩みはずっとあったわけなんですよ、この懸念は。そこに他の仮想通貨を寄せ付けない圧倒的な時価総額を誇るビットコインが WBTC、ね、ついにラプトビットコインをかまして入ってくるほど、ERC20 トークン市場の流動性が高まっているということですよね。これすごいですね。結構ね、いいまとめ方をしている記事がありますんで、こちらは別動画でちょっと解説していきます。今回はね、ノクサの動画を見て何なんだろうと思ったんで、ちょっとだけ動画を撮ってみたんですけども、これラプトビットコインはこれから、ちょっと動画をね、いくつか出して皆さんに解説していこうと思います。ラプトビットコインね、ちょっとこれ購入しといてもいいかなと思いますんで、どこで買えるんだろう。コインマーケットキャップで買えるのかな？コインマーケットキャップで購入可能なんですかね？あ、可能だな、これ。ちょっとまあ10万円ぐらい買っといてみようかな、ラプトビットコイン。これはなかなかこれからあれじゃないですか、ダークホースじゃないですか。なるほど。はい、ありがとうございます。じゃあ、ノクさんの動画、私の動画の概要欄から。